一例四魂説の概念図。あらたま、和魂、幸い魂、気魂が並列的に存在し、それらを直火という一つの霊がコントロールしているとする。らたま、和魂とは、神道における概念で、神の霊魂が持つ二つの側面のことである。あらたまは、神の荒々しい側面。 荒ぶる魂である。勇猛家団、義教教師等に関する妙うとされる一方、主神天皇の代には、大物主神の荒玉が災いを引き起こし、薬病によって多数の死者を出している。これに対し、和魂は、神な優しく平和的な側面であり、仁愛、謙尊等の妙うとされている。荒玉と、肉玉は、同一の神であっても、 別の神に見えるほどの強い個性の現れであり、実際別の神明が与えられたり、広大神宮の聖宮と、荒祭り宮、とよけ大宮宮の多賀宮といったように、別に祀られていたりすることもある。人々は、荒玉と日記玉を支えるために、神に供物を捧げ、儀式や祭りを取り行ってきた。この神の御霊の二面性が、神道の信仰の源となっている。また、荒玉は、 その荒々しさから、新しい事象や物体を生み出すエネルギーを内包している魂とされ、同音異義語である新魂とも通じるとされている。和ンはさらに、幸い魂と気魂に分けられる。幸い魂は運によって、人に幸を与える働き、収穫をもたらす働きである。気魂は奇跡によって直接人に幸を与える、働きであり、知識最悪 学問、技術を表す。幸い魂は、豊か、気魂は、しと表され、神名や神社名に用いられる。幕末に、平田厚影の弟子の本田千香織によって成立した、本田霊学の特殊な霊魂観として、人の魂は、天とつながる一霊直木と四つの魂から成り立つという一霊四、魂説が唱えられるようになるが、 明治以前の文献には一切登場せず、日本古来の霊魂館ではない。AB 吉村正持、宇宙の精神。牧野一神宗教体協調出版部、1906年10月。土井、10.11501、815,142。全国書誌番号、4 0 4 2 8 0 9 https://desh.ndl.go.jp コロンススララッッシシシュュデスラッシュインフォ ndljp pid 815142ありがとうございます。